大迫傑。3位、瀬古以来の表彰台。ボストン、マラソン。陸上、ボストン、マラソン。米ボストン。陸上の日本長距離界のエース。大迫傑、25。ナイキ、オレゴンプロジェクト。が、ボストン、マラソンに出場し、2時間10分28秒の、3位に入った。今大会での、日本人の表彰台は、87年に優勝した、瀬古利彦以来、30年ぶりだった、世界最高峰シリーズ、ワールド、マラソン、メジャーズ、に数えられる大会。初マラソンながら、30キロ付近まで、先頭集団に、粘ってついていった。その後は離されたが、攻めのレースを展開した。低迷する男子マラソン界に、新風を吹き込む、存在となりそうだ。優勝した、2時間6分27秒の、自己記録を持つ、キルイ、ケニア、と、50秒差、2位の、リオ五輪銅メダルの、ラップ、米国、とはわずか、30秒差だった。20年東京五輪は、マラソンでの出場を、目指している。初マラソンで、この快走劇、今後への期待が、高まる内容だった。大迫は早大時代には、箱根駅伝などで活躍した、日清食品グループを、15年3月に退社、米オレゴン州を拠点に、実質的なプロとして、活動している。15年7月には、5000メートルの、日本新記録、13分8秒40、を樹立した。関連記事、大迫傑、ボストンマラソン出る、低迷男子の起爆剤に、陸上の日本長距離界のエース、男子5000メートルの日本記録保持者、大迫傑、25、ナイキ、オレゴンプロジェクトが22日自身の公式ホームページなどで、4月17日のボストンマラソンに出場する意向を表明した。初マラソンとなる。これまではトラック種目に重点を置き、8月の世界選手権ロンドンはトラック種目での出場を目指しているが、目標とする20年東京五輪のマラソンでの金メダル獲得に向けて大きな一歩を踏み出す。所属チームのコーチと相談した結果、今回の参加を決めました。精一杯頑張ります。とコメントした。早大時代には、箱根駅伝などで、活躍した大迫は、日清食品グループを、15年3月に退社し、米オレゴン州を拠点に、実質的なプロとして、活動している。15年7月には、5000メートルの、日本新記録、13分8秒40、を樹立するなど、マラソンの米国記録を、マークしたサラザール氏が、指導する世界最高峰の、エリート集団で、力を磨いている、東京五輪の、マラソンのエース候補として、期待がかかる大迫。日本屈指のスピードランナーの新たな挑戦は、低迷が続いている男子マラソン界の起爆剤となる可能性もある。大迫傑。1991年平成3年5月23日東京都町田市生まれ。東京、
課内中。長野、佐久長聖高。総代日清食品グループ。を経てナイキ。オレゴンプロジェクト所属。箱根駅伝は、1、2年で走った1区で、2年連続区間賞を獲得。11年ユニバーシアード大会。1万メートル金。14年アジア大会の1万メートル銀。16年日本選手権は5000メートルと1万メートルを制し、2種目でリオデジャネイロ五輪に出場。170センチ、52キロ。